こんにちは、塾の久保です、えー、今回ですね N 国党の立花隆さん NHK に訴えられたということなんですけどもそんなことは、ね、どうでもいいんですよはっきり言って NHK に訴えられればどうなるかっていうと NHK が訴えたってこと立花さんが敗訴すれば敗訴したで、えー、敗訴した、ね、報道を NHK 各社がするわけですよそしたらまたね N 国党が有名になるだけですよ N 国党が有名になればあ受信料って払わなくていいんだって人がどん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 ,どん出てきますそして受信料が何をもってね と、えーまあ、とされるのかっってこともはっきりしますよねいやーこれね結局立花さんの思う通りになるわけですよ、うん、で、えー、今回はねドバイえー、とエビナドバイ化計画ってことで私もドバイじゃないエビナの方には何度も何度も何度もお伺いしてますけどもまあこうなるんですよやっぱりエビナっていうのはねエビナっていうのはねドバイっていうふうな形容詞を私は思いつかなかったんですけどもあれだけ人口が流入していてララポートができて発展してでっかいねマンションがバンバン立ってる中でまだまだ田んぼが多いわけなんですよねまあ なをっって話じゃないですよあの私が何を言いたいかっていうと確かね20年前なんですけどもエホバの商人さんの「海老名ベテル教会」っていうのがあるわけですけども海老名といえばそれぐらいしか思いつくものがなかったんですけども今は違いますね海老名っていうのはかなりねあの大きな都市になろうとしてるんですよそこでですよこの海老名が上り調子で若い方がどん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 子育て支援をしてる中でですねさあどうでしょうかあアベリエさんエビナ氏の 経済がが豊かかになっったら、何が起こるかってこるてとですよ。アビリエさんりっちゃんりっちゃん海老名にこの人ありと言われた主婦チューバーそして N 国党解説員のりっちゃんもうここでね力を出すしかないですよ海老名の公務員さんの給料ね自衛官の方も込みで給料が倍になったらどうします倍になったら倍になるんですよね立橘さんが市長になったら公務員さんの給料は倍 公務員さんは今まで毎月毎月40万もらってたとしたら80万になります。40万浮くわけですよ。この40万を近くのララポートをはじめとするお店でどん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 ん使ってくれます。そうすると、ですね、海老名ってのはものすごく土地の値段も上がったりとかいろんな企業が入ってきますから活性化しますよね。当然私が海老名に行って講義をするその瞬間も増えるわけですよ。そしたらまた多くの方が全国から集まりますよね。みんなでじゃあ今日は懇親会でどこどこ行きましょうってったらね、ワンコース1万円ぐらいのところ行くわけですよ。もしくは もうね、りっちゃんの皆さんが、幹事さんがおごってくれるみたいなこともあるわけですよ、ね、増えた給料で、そうするとね、飲食店も万々歳でしょ、で、2次会も3次会もある、で、車も海老名だったらよく売れる、海老名のねあの、民間企業の方、みんな営業職の方も成績良くなる、いうことないじゃないですか。ね で、海老名にどん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 人が集まってきて、私も引っ越すかもしれませんよ、海老名に。海老名に引っ越して、私のね、っか塾をはじめとする、あらゆる企業をね、私の持ってる会社を全部海老名で擁立すると。そうするとどうなるでしょうか。私も儲かると。むちゃくちゃ儲かると。で、その儲かったノウハウを、またね、広めていくということでわあ、私もね、このノウハウで、このね、立花さんが海老名市長になって、そんなね、ドバイにするようだったら、私もね、どっかの市区町村の市長に、 こ、まあ、この福山ででもいいんですけど、ね、福山市長になって公務員の給料はうちは3倍です、うちは3倍しますとかねやっちゃうかもしれないですよ、そしたら福山も盛り上がるじゃないですか、こういうふうに1つの成功例があらゆるところで爆発してね、ね、まあ、バカな政策かもしれません、思いもつかないような、でも時代を変えるのはこういうふうなバカな発想を繰り返したその先なんですよね、常識的な発想の向こうには常識的な結論しかないんですよ、そういうものを多くの方は求めていないと思います、私は。 思ってみれば、私も非常識な行動をしてきてここまで来ました。<laughs> バカなことばっかりやってきました。そうするとね、バカなみたいな暮らしが待ってるわけですよ。うんまあ、確かにね、ホームレスは平和公園で2年間しましたけども、今は逆ホームレスです。ホームあるですね。えー、本当にありがたいことだと思いますけども、私はね、自分のこの直感を思ってするときに、今まではね、橋本市長の身を切る改革。 これに賛同ししてましたけどもちょっとその橋本市長は大好きなんですけども橋本徹さんは大好きなんですけどもこの公務員の給料を減らすっていうのはあの税金を払ってる我々からしたらすごく受けはいいんですけどもこれはね間違いでしたなぜなら公務員さんがお金を使ってくれるその軸にならなければ民間企業が網を張っていても公務員さんがお金使いに来てくれないんですよ。ね、そういういところですよね結局は誰かがお金持ちになってくれないとそのお金がトリクルダウン起きてこないんですよ。 でね、大企業、一流企業がお金持ちになっても、この一流企業はトリクルダウンしてくれないんですよ、ね、してくれないですよね、うん、車が儲かったからって言って、じゃあ、トヨタの社員さんがね、むちゃくちゃあの地元にお金を落としてくれてますで、愛知の県民の皆さん、自分の店は儲かってるって方います、そんなにいないでしょ、逆に大きな車のね、トヨタの名前出して申し訳ないですけど、トヨタ自動車の社員の方とされてる方は、機関工とかね。 給料安く使われている方で派遣切りとかに合ってるわけですよ。そんな飲みに行くお金ないですよ。ということで一般企業がお金を持てばトリクルダン起きてくるっていうのはちょっとね今当てはまらない時代なのかなと思います。逆に公務員さん公務員さんがお金を持つと公務員さんはあまあねあの定時で帰る方はあまりいないと思いますけども空いた時間とかあの自分のね、えー、お金をどんどん使ってくれるお小遣いもいっぱいあげる公務員さんのお子さんは えーまあ、塾にたくさん行くみたいなことが起きてきたりとかしてねで将来なりたいものを公務員とかになるわけですよ給料高いからで将来住みたいところ蝦名になるわけですよいいですよねすごくいいですよねうんまあそういう形でね私はね東京とか大阪に上京する方とかは多いと思いますけども蝦名に行きたいっていう風なねあの10代後半とかっていう方が増えるとこれはねものすごく面白いことが起きるんじゃないかなと思います当然私の会社も蝦名に起きますよ4社5社とでだってエ名ナうかりそうじゃないですか今から考えます私は アベリエさん、ぜひね海老名の方に私の会社を呼んでくださいもうこうなったらもう立花さんが市長になったら私はね自分の会社を海老名に全て登記を移しますよだって儲かりそうですよ海老名で商売やったら飲食店も麻雀店も始めますからね私ねまあ、そういった形で私ですらね5社ぐらいを海老名に突っ込もうとしてるわけですよこの立花さんが海老名市長になったらこうするぞって言った瞬間にいやこれはね今まで広島市内で20社やってきて潰れましたけども 海老名でね、5個ぐらい会社やって、店舗をね、10個ぐらいやったら、全部利益取りそうですねで、従業員さんにも給料をね、もう時給1500円とか2000円とかね、月給で45万とか渡せそうです、もう、これ、今からそんな気がして、ワクワクしますね、楽しいなと思います。はいい以上でござまますなんか興奮さめやらぬ久保哲郎がお送りしました